それでは金会長よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。おはようございます。今日はですね、こうして久々に開催することができてね、大変嬉しく思っております。でまたこの会を催すにあたりですね、協力していただきました、三条会員はじめ業者の方々に、改めてですね御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。それじゃあですね、今から講習会を始めたいと思いますけれども、できるだけ、皆さんがですね本当お店に帰ってすぐできるような、そんなようなね、料理を今日やりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日の料理の食材をご紹介したいと思います。はい、今回ご出店いただいている熊本県の地鶏、天草大王、脱節、八代生姜、生きくらげ、などです。今日は熊本県の営業部長熊本も駆けつけてくれました。はい、今日の食材が到着いたしました。熊本ですそれはね大丈夫よ、熊本じゃ食べないから、ね、が今熊本を持ってるね、これが今日のメイン食材、はい、天草大王で、あとその他にですねキノコをね使います。でキクラゲがあったんで、キクラゲとあと生姜もなんかね非常に美味しいということで、生姜も使って、であと茶樹茸っていうね中国の乾燥のキノコがあるんですけど、すごく香りが出ますので茶樹茸も、今日使おうかなと。それでえのき、まあキノコですね、いろんなキノコ味付けでやりたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、新会長に熊本も喜ぶ美味しい料理を作っていただきましょう。はい、それじゃあやっていいのかな。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずね、この今日で地鶏を使うんですけど、前もって処理してあります。処理してあるのが今こちらに置いてあります。これね、前の前列の方々がね直接見れるような講習会になってるのね、これね、ここにあるからね。これね、今ここにあるのはね何かというと、かつお節も来たの熊本から。で意外とね和食のかつおだしとか昆布だしと中華のだし合わせるとね結構美味しいんですよ。せいろでね約1時間から1時間半蒸したのが今ここにあります。あとね今日ね材料にないんだけどね、これ使います。お餅、これ餅はね最後に入れるとこのタレとこうお餅が吸ってくれるね、すごく美味しい。僕一度ね、もともとこのお餅なんてのは中華料理にあんまり使わないんだけど、また違ったお餅、ニャンガオってねお餅があるんだけども、ある時ね俺の弟子がねフカヒレと合わせた、これがねすっごい美味しい、あこんなに合うんだってことで今回ねこの、お餅を使います。でこちらが材料ね、これキクラゲ、それからえのき、で生姜、これを材料にします。で調味料なんですけど、調味料はこれ発酵調味料多いね今日ね、高菜では熊本高菜ゆめだもんな、うん、それからねこれ腐乳、腐乳というのは豆腐を発酵させてね、よく中華ではおかゆこれ一緒に食べて、沖縄だったら豆腐よっつって有名だねこれね、独特のなんていうんだろうな香りがありますね、この腐乳。それからこれがねポーラージャオといって唐辛子の塩漬け、塩漬けを細かくミキサーにかけてやってタレ取ってね、でこれがミージャオ、ミージャオっていうのは青唐辛子の塩漬けだから結構辛いですよ、ピリ辛。であと調味料はこのお砂糖、それからお酒、紹興酒で、あとネギ油、鶏油で、あとチキンパウダー、オイスターソース、醤油、そして胡椒で、ラーシェウマンっていうね今日三名物産さん出てますけど、まあ、結構対応します、このラーシェウマン、それからラオ油、これラオ油っていうのはこれ見て分かるようにラー油なんだけど、いろんな香辛料をね加えて取ったラー油で、香りの塊ですよこれ、香りの塊を使います。それからこれが以上調味料で、あとスープね。じゃあ今から調理していきたいと思います。まず最初にやること、これねネギ油少し、でここへ高菜、香りを出していきます。
はい、そしてあとこれ腐乳、はい、そしてこれポーラージャオ、そしてミジャオ、これミジャオも入れると辛いからね、これこのぐらい、あと生姜です。はい、これをね香りよく炒めていきます。ここがポイントね、こう炒めることで香りが出ます。これもあのシャチだけも入ってますから、はい、そしてこのクロークも全部入れちゃいます。はい、でここでちょっと炊きます。で調味料入れていきますね。まず砂糖、砂糖、これ紹興酒、蚝油、これ醤油、それから胡椒、これラーシェンワですね、ちょっとピリ辛な、これチャーハンなんか使うとすごい美味しいね。焼きそばなんかも非常にうまいですね、これね。でちょっと炊きます。アクトロット、あ、こんな味です。あ、分かんないね、これ。はい、で、これね、これチキンパウダー。今、そのタレ作ったじゃないですか。すごい応用効きます。で、普段はどんな料理で使ってるかっていうと、フカヒレですね。あとね、その他に、例えばの話、牛肉。牛肉とじゃがいも。それぞれ牛肉はちゃんと処理しておいて柔らかく炊いて、じゃがいもはもうホクホクね、それとあってこのタレを合わせるということもできるし、あと例えば、豚肉、豚のバラ肉なんかうまいですよね。豚のバラ肉トロトロにしておいたやつにこのタレでも合うし、だからこの一つのこのタレを覚えていろいろと応用いっぱい効きますんでね、ということでございます。これとろみをつけていきます。面白いなと思うのは、この鶏の漬け方があるじゃないですか。この混ぜ方でね、とろみって変わるんですよ。うわーって混ぜるとトロッとしたね。今日は日本中国料理協会だから、私は四川料理だけど、広東もあれば、上海もあるし、北京もあるし、流派によってね、やっぱり、ね、違うのね。広東料理のね、お胡椒いっぱい今日来てるけど、結構こう、うわーって混ぜる。そうするとね、こうとろみがね、とろみってなんだ、わかる、とろみって。でこの今僕みたいな混ぜ方するととろみって、同じ量でも違うっていうね、これは私の父陳建民からね教わったやり方なの。うちはねこう四川系でこうゆっくりとろみをつけるっていうね、まあ、それどっちが美味しいかはね、もうそれはもう自由。あ、ちょうどいいとろみ。あ、そしたら一番最後にこのラー油が入ります。そしてこの鶏油、香りですね、2種類の油が入ります。これ僕の弟子です。冷たい弟子だね。イエーイ。
春雨で OK、OK、OK、OK。応用はいっぱいできますからね、料理はね。一つベースを覚えると、そこからいろいろとこう、1個の味を覚えると10個に変化するっていうのがね、私の父の教えだったから、一つのなんかソースを覚えると、それを材料を変えてやればね、いいと思いますよ。その当時、豆板醤がないよ。ね。で、醤油も酢も全部日本のものを使わなきゃいけないじゃないですか。で、豆板醤作って、今見てください。いろんな調味料が。中国から今来るようになったでしょ。で、教え方、さっき味って言ったね、うちの父はね、どっちかって長嶋監督なの。音、例えば料理の炒めた時の音、色、それから香り、これで料理を覚えろっていうのがうちの父のやり方で、各料理人みんな考え方違うから、僕はそれでいいと思いますよ。やっぱみんなね、それぞれの考え方があって、で、今日はね、日本中国料理協会ってね、我々の理事、それから仲間がいっぱい来てます。それはもう四川料理以外に広東料理、北京だ、上海だ、まあ、いろんな方が来ててね、で、いろんなその食材があり、まあ、それを我々は駆使してね、作ってるわけなんでね、ぜひですね、今日ですね、この後も、まだそのなんか案でね、講習会があるし、いっぱいいろんな芋ありますのでね、参考にしていただいて、お店で使っていただいて、で、お客さんに喜んでもらえたらいいなというふうに思いますので、皆さんどうぞよろしく、今後とも、日本中国料理協会よろしくお願いします。で、今日は七七協会の会長もいらっしゃって、イタリアも来て、ともどもですね、よろしくお願いしたいということで、これで講習会を終わらせていただきます。どうも本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日の新健一会長による調理実習を終了したいと思います。ありがとうございました。